皆さんこんにちは。チルチル商業 BL レビューサイトチルチル記者のアプリコットと同じくチルチル記者のアナコンダです。はい、ということでスメルズライクグリーンスピリットがドキドキの6話まで放送されました。閉塞的な田舎かつ平成初期の価値観ということで、もういろいろそのなんだろう、マイノリティとして生きることの難しさみたいなのが描かれてて、すごいどうなっていくんだっていう展開が盛りだくさんですよね。噂がその回っていく感じも、もうちょっとずつ尾びれがついてみたいな感じで、そうなんですよね。その恐ろしさも感じつつ、はい、もうこの世界でどうこれからみんな行くんだろうなっていうところが見逃せないんですけれども、うん、じゃあそうですね、第3話から振り返っていきたいと思います。はい、ちょっと結構シリアスな部分も多いんですけど、あの二人の会話がコミカルかつその開放的な感じじゃないですか。あの二人きりの時は自分をさらけ出せるっていう感覚があるからこそ、ちょっと見てて楽しいなっていうか、まさか1話の段階ではこんなに二人が仲良くなれるとは全然思ってなかったんですけど、三島もその彼女のことを拒絶してしまって、やっぱり自分は女の子は難しいかもっていう風になっちゃうっていうところが切ないけれども、でもこれが三島なんだなっていう瞬間して、うん、なんかその迷ってる感じというか、はい、迷ってるというか自分でもまだ分かっていないっていうところがすごいリアルに表現されてる感じが、そうですよね。なんか三島もこう自分では自分のなんだろう思考みたいなところがまだ確立していない、ちょっと揺らぎみたいなところがあるので、でもそこをちゃんと向き合っていくのもなんか感動しました。そうですね、はい、そして、まあ、悩みが深まる第4話ということなんですけれども、なんかその藤井さんの件に関してちょっと思い悩む三島なんですけど、そんな三島の心の支えになってるのはやっぱり桐野なのかなって思いますね。桐野も桐野でその家庭環境というか屋上で介護をしていく2人なんですけど、ちょっと切ないけど希望が見えるなって思ったのは、いつか堂々と自分はこういう人間だって言える日が来るという、閉塞的な田舎でまだその自分をさらけ出すことが許されてるのは、もうあの屋上でしか許されてないじゃないですか、さらけ出すことが。でもいつかもう堂々とそういう風に歩けたらいいなっていう二人の願いが切ないし、でもいつか叶ってほしいなって思います。絆を深めていく桐野と三島とは裏腹に、やっぱ先生ですよ。そうですね、いやこっからこっから、私先生のこと好青年なのかなって思ってたんですよ最初は。ちょっと怪しい、怪しい目線とかあったんですけど、信じたい気持ちはあったんですけどダメでしたね。あのやっぱり三島ってちょっとぼんやりとした子だから、授業中にぼーっとしていた罰ゲームとして準備室みたいなところに呼び出して、お尻を突き上げと振ってくるんですよ。100叩きを結構してるんですよね。その時の先生のあの豪骨とした表情やばくなかったですか。なんか本物だと思いました。本当に、でも本当にドワッとしましたよね。普通に怖くて、はい、怖かったです。三島の顔がある部分、先生の下半身、はい、あそこもちゃんとドワッとしてちゃんと反応しているっていうのが、それが本当にどうなるっていう、第4話でもうそのシーンを見て衝撃的なまま1週間私はそわそわしていたんですけど、だいぶ引きずりましたね。だいぶ引きずった後の5話ですよね。どうなるのっていう、はい、その後5話になって、やっぱりその三島のことを気にかけてくれる存在がいて、それは良かったなって思うんですけど、桐野の他に桐野と同じ元いじめグループに所属していた嫁野くんの存在ですね、はい、ちょっとからかったりとか、まあコモとかそういう風な言葉を使って言ってくるけど、あの実はところで気にかけてる夢野と桐野が目ざとくね、先生の怪しい行動を看破するんですよね、はい、わざと三島の自転車をパンクさせて誘い込んだ先生が取った行動もこうなってです。もうあれ怖いですよね。怖かったですね。しかもその普通に生徒に向ける笑顔と、はい、すごいいい先生に見えるのに裏ではっていうところのギャップが激しくて、そうなんですよ。もう先生がしたことっても許されはしないんですけど、その車の中に三島を連れ込んで、うん、狂気的な笑顔を浮かべながら襲うっていう、すごい許されざることではあるんですけれども、
なんか彼は彼なりにこの自分の歪んだ、なんだろう、思いというか、うん、的なところを直そうとしたけど否定され続けて苦しくてっていうところはあって、その結果ちょっと気が狂ってしまったのかなっていうふうには思って、怖さとのバランスが良かったですね。先生が全て悪いかと言われたら、今までの環境とかもいろいろあるしっていうところが、あるしっていう、そのなんかどこで間違えちゃったんだろうなっていうところがありましたね。でも本当に演技すごかった、本当に引き込まれました。どうなっちゃうんだっていう名演技でした。目の色とか、はい、光の入り方っていうか、そうなんですよ、なんか自分の生い立ちについて語ってくれるときに、笑ってさ、なんかなんとかしちゃってさとか、あはみたいな感じで語るんですけど、目何も笑ってないんですよ。だからその三島に対して襲って受け入れてくれって半泣きで懇願するんですけど、ここから現れたのが夢野と君野っていう、はい、あそこのなんか2人が自転車漕いでダッシュするシーン、めっちゃ青春感じてよかったんですよね。ですね、はい、しかもあの分かれ道の時、はい、ちゃんといつものいたずらみたいなことが功を奏したと言っていいのか、そうなんですよね、伏線だったんですよね。結構大人があの車に乗りながらやばいことしてる有名なスポットみたいなところがあって、そこをなんか何回か描かれてたんで、どういうことだろうこれ、うん、このシーン何なんだろうっていう風に私も思ってたんですけど、ちゃんと伏線になってて、しかも毎回桐野がいないっていう、桐野、うん、はそこに行ったことがないから分からなくて、でも夢野は行ったことがあるからっていうところで、あ、ちゃんと伏線が回収されているし、うん、夢野の渾身の先生への一撃が、夢野の好感度が一気にこう爆上がりした瞬間でしたね。でそこで先生はなんか捨て台詞を残して言っていってしまうんですけれども、なんか本当にいろんな登場人物がいろんな思いを掲げて、いろんな苦しみをなんだろう持ちながら生きている、難しいし残酷だなというふうにも思います。そして問題の第6話でございますね、はい、怒涛すぎて、怒涛すぎましたね6話に関しては。その先生が消えてしまった後もちょっとなんだろう心配、夢野が三島のこと心配して付き添ったりとかしてくれるんですけど、はい、ちょっとは言われてたんですよね、キリノからあいつあんたのこと多分好きだよっていう風には言われてたんですけど、うん、っていうその夢野の思いが分かる、実はずっと好きだったっていう、うん、あの告白の時のセリフが結構私は好きでしたね。なんかちょっと素敵というか、なんだろう、ぼんやりして髪を、長い髪を、長い髪をなびかせながらこう窓の外を見る三島ってすごい綺麗だったじゃないですか、1話から。それに見とれてて、触りたいけど触れないみたいな感じを抱えてた夢野も、なんかすごいちゃんと惚れてるなって思って、確かにと思いました。もう青春らしく2人で電車を漕いで一緒に帰って、川で遊びながらチューしていいって言うんですよね。可愛かった、言い方が可愛かった、可愛くてドキドキしちゃいました、見てて。もうこっち苦しくなっちゃう、ドキドキして。夢野はもともと三島のことをすごいからかっていたというか、いじめて友とかちょっとひどい言葉を使ってけなしていた子なんですけど、だからこそちゃんと男だっていう風には分かっていたし、女として見て好きになっていたわけじゃないって本人も言ってはいるんですけど、やっぱりどこか綺麗な三島に対して幻想を抱いていた部分があるっていう。で、桐野に対して三島とキスしたっていうことを打ち明けるんですけど、その時に物がついてると思わなかったみたいな、ここがやっぱりちょっと難しいというか、複雑な気持ちになっちゃいましたね。男とか女とか関係なく三島っていう存在が好きだったんだなって思うと、なんか急に現実を見ちゃって戸惑ってしまったんだなっていうところがあって、なんかこう誰も悪くないんですよね。そうなんですよ、そのちゃんと夢野は三島っていう存在のことが好きだったけれど、ちゃんとその思いを結ぶには覚悟がちょっと足りてなくて、うん、でも三島も気にしないふりをしてるけどすごく傷ついててっていうところで、夢野は悪くないけど、うん、みたいな。その後のシーンで桐野と三島が喋って、うん、あ、全然大丈夫、気にしてないみたいなことを言ったじゃないですか。言ってましたね、はい、なんか分かりきってたことだからっていうふうに割り切ってるふりをするんですけど、でもやっぱり傷ついてるってわかるじゃないですか、うん、そこがすごい切なくて、たまらず抱きしめた桐野っていう、ここからどうなっていくんだろうって、あの二人のハグがすごい私は好きで、うん、なんか本当の愛っていうか、なんか下心のない、はい、純粋な、なんか
こう慰めであり、あの友人として、うん、理解者としてすごく愛を感じる包み込むようなハグで、私はそこでなんかこの2人には絶対幸せになってほしいなって思って、6はそのキリノとユメノが話すシーン、はい、したみたいな、はい、家庭を話すシーンで泣いちゃったじゃないですか、はい、本当の姿というかちょっとなんか溢れちゃったほしいというか解放して言うんですけど、そしてそれになんか前にあのユメノ、あのキリノとあの三島のハグとかがある前に、はい、ユメノと三島さんとこのあの子がみたいな風に話題になってたじゃないですか、はい、村というか町、あの、うん、田舎町全体で話題になってて、話題の周りのスピードがすごくてゾッとしてしまったんですけど、こんな偏見とかがはびこっている町でこの3人はこれからどうやって生きていくんだろうっていうのがすごくになると、ちょっとドキドキするんですけど、ちょっと気になるなって思いました、うん、妄想ちょっとまだ撮影ではまだ放送されてないのでちょっとドキドキで気になるんですけれども、はい、ここからちょっと三島に対してどう接したらいいか分からなくなってしまった夢野と、あの平気のふりしてるけど傷ついてる三島、そしてそんな三島を救いたい桐野っていう3人と田舎町の環境っていう部分がどうなっていくのかっていうのが見どころですね。はい、はいはい、ということでこの男子高校生たちの青春がどこへ向かっていくのかもう大注目でございますので、ラストまで見続けていきたいと思います。はい、はい、ドラマスメルズライクグリーンスピリットは、TVer で見逃し配信されてるほか FOD でも独占見放題で配信されていますので、ぜひぜひあの配信等もチェックしてみてください。はい、それではせーの、バイチルー。